すげえ。パーフェクト。おしりちょっといい。In the house, in the house, in the house。よしお Vlog です。こんにちは。本日は41 PX 年末ですね。今年もいろいろお世話になりました。おすみさんを捕まりやってきましたら、今日は新しいものがあると。では早速行ってみましょう。どうぞ。ジョイライトスキー登場。どうもおすみです。お久しぶりです。よしお Vlog ちゃん最近タテン様ばっかり全然フォーチュン来てくれない。いやそんなこと、それは言ってあの違う。おすみさんが。はい。多分8月も7月くらいがめっちゃ忙しくて、そうね、来てもいない、あの字をこじらして違う、そんなことはない、その事実はないですけど、そうなんです。ちょっとやっぱりこうね、あの41今やね4店舗ありますからね、はい、はいはい、あの秋葉原、町田、はい、高知、そしてエリア41、こいつをぐるぐる回ったわけですよ。もう特に9月から12月にかけてはもう本当もうエロくなっちゃうぐらい忙しくて大変だったのよ、私も本当に、ね、あと更年期も重なって、あの、腰は感じなければ大丈夫ですか、はい、あ本当ですか、いつまでもお若くしていただいて、背番号55ですからね、はい、はい、そんな感じでいきましょうかね。で今日は見て分かる通り、ちょっと見て、はい、おすみさん、うん、全体的に写して、おすみさん写して、あきらさん、全体的にそっちですね、あ失礼しました、あきらさん、ほらおすみさんね、下から足からいきますよ、すごくない、もうね年末はゴージャスに、ここから来てのはい、キレッキレでございますけどね。今日何をアピールしたいかっていうと、私の腰の一物ですね。もうこちらでございます。はい、バトンエアソフトから発売されます、BG17CO2GBB ですよ。BC17CO2GBB。そう、バトンの商品は最初に B をつけるんですよね。はい、で G17 ですよ。G17。はい。はい、まあ、だからいわゆる一つ あのグロックの17の、はい、一番新しい Gen5 の MOS というモデル、はいはい、というモデルを忠実に再現した CO2 ガスブロックバックガンが出るんですけど、こいつがまた一品なのよ。なんかね、あの風の噂でおすみさん売ってたじゃないですか、はい、いやいいないいなと思ったら DM いただいて、はい、そうなんです、すぐ来たっていう、コイント、お前コイント、あの彼に映すを抜かすなと嘘ですよ、あのお前はこっちだろとそう、どっち側なんだっていうのはないです、エアガン業界とても仲いいから、はいはい、うん、でもこれ、まあ、ちょっとバトンさん、はい、でこれはあ、これはですね、あの私の私物のあの小ぶら、ストックでございまして、あのこういう感じで、おイエーイ、いいね、ぴったり合うんですね、でこうあってこうなんか気がつきませんか、はいはいはい、フレンジがめちゃビタビタにマウントされてるという、うん、ピッカピカだね、ビタビタでピカピカですよ、そこなんですけど、どっちどっちなのよ、どっちだから今まではここになんか1枚かましたじゃないですか、そうですね、そうすると素点がちょっと上がっちゃって、ほらどこどこかっていうか、あのパララックスが増えちゃうもんだから、ちょっとこのなんつうか狙いづらいっていうか、もしみさん後でちょっと聞きたいですけど、はい、これ両方にありますね、うん、そうなのよ、私早い早い、まだです、そうなんですね、はい、ちょっとじゃあ、その辺をじゃあディテールを説明しましょうか、はい、お願いします、はい、じゃあレッツシューティングレンジ、はい、レンジね、はい、じゃあそのちょっと今先走りましたけど、はい、ディテールを紹介しましょうか、はい、グロック17 Gen5 の特徴としては、うん、まずパッと見て分かるとですね、このフロントっていうか、あのスライドの前にですね、近いよ、セレーションがあるところですね、まあ、つまりだからよく映画なんかで見るようなこういう引き方できると、はい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 、はい、そしてまあこれ今あのビビで入ってますね、ホールドオープンしてますよね、うんうんうん、はい、そしてお気づきでしょうか、グロック今までここにしか、ボルトリリースというか、はい、あのスライドリリースなかったんですけどね、ってこっちにもありますね、なのでウィークハンドとか左利きの人がもう歓喜です、はいはいはい、はい、こっちで落とせるわけですね、そうですね、いいです、これいいですよね、そうなんですよ、うん、で、このマガジンリリース、はい、こちらも、後でこうひっくり返せるので、まあ、当然こう CO2 マガジンには両方にラッチがありますね、はい、ああなるほど、なるほど、どっち引いてもいけると、はいはいはい、そうなんです、だから、最近のね丸いのグロック Gen4 以降なんかはこうなってますので、はいはい、マガジンもこっちに変わってますけれども、あのそういうこともできるわけですよね、だからやっとこうグロックがはいはい、ついに安眠になったってことです ですね、初めてですよね、うん、現状の実銃のグロックが、はい、そうですね、日本発売のものとしては、まあ、オフィシャルのものとしては初めて、うん、まあ、ウィーなんかにあったけど、うん、はい、あとはですね、ここです、ここあのジェン1以来初めて、はい、あの誰に合わせたんだっていうフィンガーチャンネルがなくなったと、なるほど、はいはいはい、つまり手の大きい人でも小さい人でも握りやすい、ちゃんと持てて、うん、
なおかつここにフレアがあるので、うん、結構すっくりくるんですよね。このフレア、つまりこのこうね、うん、あのベルモトみたいになってるのは、うん、こうなってまして、ほらマグウェルが広がってるんですね、はい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 、なので本当に入れやすいわけです。簡単に入ってるね。そうなんですよ、はい。まあ、そういうのは一番あの一番新しいジェン5なんですけど、はい、うん、あのグロックジェン5の中にも、ノーマルのモデルとモスモデル、つまりモジュラーオプティックシステムというのを積んだモデルがあって、実はこの上のパネルを変えることによって、はい、あのほとんどの、メーカーのドットサイトがダイレクトに乗っかるってシステムで、さっきビタビタって言ったのこれなのよ、はいはいはい、はい、その何ボスヒット の、 その上のパーツっていうのは箱の中に入ってくるんですか、うん、はい、4枚入ってきます。もともとの、モスをつけない状態、はいはいはい、でボルトだけポンポンついてもらって、そのパネルを含めると5枚入ってる。おでそれで、ベクターみたいな、ベクターの主流であるところの、まあ、いわゆるドクターマウント、はい、ピッチですね、まあ、それから、RMR ピッチ、うん、それからなぜか、なんだっけ、シーモアピッチ、スケンドガイチですよね、はい、それから、日本で珍しいんですけど、リューポルトピッチ、あで、あのこれリューポルトっていわゆるシールドピッチって言って、これ実はこれそれ使ってるんだけど、はい、フレンジ S の幅の狭いやつ、ね、にも対応するんで、はい、すごいビッタビタですもんね。そうビッタビタで、あのサイドもビッタビタにはまるんで、はいはいはい、このピッチが一番いいんだけど、問題は、この製品には、これを止めるボルトが含まれてないんですよ。そうなんですね。なんで41でご予約ないし、あの買っていただければ、このボルト、うん、あの特にフレンジをつける、3ミリのボルトに関してはうちからプレゼントします。フレンジ S のものは今準備中、うん、これなかなか日本にない。なかなかめんどくさいですよね、ボルト探すの。そうなんですよ、あの、うん、だからだいたいこうトイガンってのはあの3ミリで終わらせちゃうんですけど、はいはい、本当はだからあの例えばあのインチのナンバー6っていう約 3.5 ミリのピッチがあったりとか、あと長さが微妙に違って、うんうんうん、あの長さがあまり長すぎちゃうとあのこれがつかなくなっちゃうからというところがあるので結構気を使うんですけど、うんうん、今回の41に関してはちょっとそこ頑張ります。あすごい、今ネジ屋さんと絶賛あの、うん、接送中、ちょっと薄くなっちゃう、うん、だからこれからベクターに使うようなネジは全部うち揃えようと思って。あいいですね、うんうん、他行けなくてベクターオプティクスジャパンアンバサダーとしてはね、うん、私カタログに載ってんのよ私。マジっすか。マジ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 。一番のまあ呼び物としてはそのモスなんですけれども、はい、このモス、つまりこのダイレクトにこれマウントできることによって、はい、どんなメリットがあるか、はい、めっちゃ狙いやすいんです。あそうなんですね、うん、ちょっとじゃあ試しに CO2 ですよね。 CO2 なんですよで、うん、だから、もうご存知の通り CO2 っていうと、まあ、あの冬場でもかなり使えて、はい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 、なおかつキックが強かったりするでしょ、うん、でもあんまりキックが強すぎると今度は球がブレちゃうんだけど、そうブレちゃうんですね、これはね言っちゃえばミドルクラスのちょっとあの若干上ぐらいかな、はい、だから、SIG の M17 よりちょっと弱いかなって感じですけど、例えばそうだな、CZ75 とかに比べると強い。でもいや形からして多分反動感じそうな感じになってるんで、うん、十分だとは思いますけど、そうですね、だからあの私が予想した以上には実はありました、うん、ちょっとスライドを引いていただくと分かるんですけど、はい、若干重い。いやでも、うん、これいじりました、結構何も、あ結構すり合わせ、うん、あこれは結構いじった、うん、なんだけど例えばこれはまだ、研いだかったのほやほや同じものちょっといいですか、はい、どういよいよ、あの僕の自然な意見で言わせてもらいます、はい、いいよ、あ、いいあのね、スムースすごく、あの、これ、うん、来るじゃないですか、ええ、新しいもの持って、はい、いろいろ今までありましたけど、うん、最初のこれで、うん、ちょっと、うん、ドッとするじゃないですか、あ、吉尾ちゃん大人だったわね。ただ、いろいろここやるんだけど、ええ、最初からこれだったら全然いいよ、すごいの、うん、軽い軽い、全然いい、あのこれは全く、あの私のはこれはプロトタイプなんですけど、こっちはもう完全に製品版です、うん、音が、うん、分かりますかね、まあ、アウターバリルはね、キーですよね、ちなみに入れやすいですか、割と入れやすいです、うん、例えばあの SIG M17 みたいに、はい、この何もこれが取れないで、あの横からパカッて入れる、あの後ろからパカッて入れるタイプじゃなくて、はいはい、ちょっとこれ一回外してこうやってやんなきゃいけないから、なるほど、ちょっとここのネジ山崩しがちょっと怖いかなって感じですけど、あ、まあ、慣れちゃどうってことないです、うんうん、こういうふうにちょっと止まりましたら、4分の3ぐらいひねってあげるわけですね、うん、一気にね、せーの、キュッ、はい、こんな感じ、はい、入りましたね、入っちゃったね、入っちゃったよ、入ったからに打ち切らないと、打ち切らないと、はい。
じゃあちょっとファーストインプレッション的なものをですね、はいはいはい、よしおちゃんにちょっとじゃあ打たせていただいて、うん、超楽しみだった。構えてますね。はい、よろしくお願いします。やばいよ CO2 ってさ、CO2 って初めてほら触った時に、あ、CO2 どうて炭素どうて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 ではない、持ってないで、CO2 気になってる人でしょ。そうです、ちょっとじゃあこの辺、これはね、CO2 初めての人にとっては、あの SIG M17 と並んで私はいいと思いますね。あら、やばいですよ。打ちやすく、でこれはね、ちょっともういっちゃうとね、外す要素が見当たらないですね。これ外すっていうと、大概なもんですね。じゃあ行きますね。じゃあ、打たせていただきます。もうヒートありますもんね。うん。じゃあ行きます。行きます。やばくないこれ。すげえ。パーフェクト。遅いです。ちょっといい？打ち切っていい？いいよ。すごい。CO2 がすげえ感動あるんですよ。うん、ガツンガツン来るんだけど、うん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 、ブレないよ。そうなんです。真後ろに来るから、うん、だからトリガーに変な癖がない人だったら絶対当たる。ちょっとこの技打ちたいでしょ。ちょっとやりなよ。ちょっと打ちたい。ちょっと一回やっていいですか。入ってます。打ちやすい。最後の1個ちょっと不干渉なんで、あ、もう今当たります、当たってます。あきらさんも行きます。いや、そのまま打っちゃってください。ああ、めっちゃ当たる。打ちやすい。打ちやすい。3000円分のクーポン。めちゃめちゃ打ちやすいっすよ、これ。本当に。あ、ホールド。ホールドオープンしました。はい、ちゃんとしました。打ち切りました。どうよ。ちょうどいいですね。ちょうどいいの。ちょうどいいっしょ。やばいっしょ。あの暴れん坊じゃないんですよ、うん、で球もちゃんとあのなんていうかな、真ん前に飛んでるしっていうあの他のものにするわけじゃないですけど、これはやばいわ、うん、モジュラーオプティックシステム、そうです、モス、すごい、はい、なんか安心、はいはい、CO2 なのに安心、そうなんです、うん、まあ、あとだから特筆すべきところは、うん、もうあの刻印が、非常に数字に入ってるところですね、はいはい、こういうとことかこういうとことか、うん、ただよく見てください、グロックじゃないんです、これ見えるかな、まあ、見えるかな、ここが一番見やすいと思う、あ、マガジンが、はい、よく見ると、うん、G と思われるものが C で、うん、L とつながってないんですよ、うん、つまりこれは時計です、クロックです、時計だ、クロック、はいはい、ロックアンザクロックですね、はい、トイガンには絶対セーフティー必要なんですよね、はいはい、このセーフティーどうかかるかというと、これ一度コッキングします、はい、そしてこのトリガーセーフティーを起こす、うん、これでかかるんですね、物理的にそうトリガーを物理セーフティーなんですね、あ、なるほど、まあ、昔よくあの KSC さんがこの手法を取ったんですね、はい、久しぶりに見ました、実はここにあるとさ結構ずれちゃうじゃないですか、はいはいはい、私も結構それであの、ね、機械をいじったこと何回もありますけど、グローブさせててここでやりにくいですね、うん、そうなのよね、それからアンダーマウントに何かつけると操作できなくなっちゃうっていうところがあるんですけど、これに関しては全然問題ないですね、あ、すごいな、いろんな意味でこれは本当に気合の入ったモデルだと思いますね、はい、どうでしょう、この辺って頑丈なんですか、結構私が打ってる分には頑丈ですね、うん、全然問題ないですね、そう、昔私ね、大学の卒業旅行で初めて、うん、ロサンゼルスの LA ガンクラブっていうのに、はい、その頃のブロックっていうのとたったのあれじゃん、 MGC っていうメーカーがあってそこのガス風呂のブロックを初めて買ったガス風呂だったのね、はい、でそれって東京丸井 の電動ハンドガンみたいにここにセーフティーがあったんですよ、なので私そのブロックにまだ実用にセーフティーがいっちゃうとそのマニュアルセーフティーないってことを知らなくて、セーフティーかけようと思ってここをガッてやったんですよね、取れちゃう、それで、リコイルスプリングが強いもんだからビヨーンってしてあーあばばばばば、そうですね、取れますね、そう LA 強制分解事件ということで、はい、LA 事件LA 疑惑ロス疑惑、でもこれいやいいななんですけど、はい、こんな感じで、ここにホップ
希少性がありますけれども、はいはいはい、あとあの実はこの辺とかあの丸いとこ完成ないです、うんうんうん、はい、うん、てな感じで非常にこの後はこういうところも厚みに作ってあって、はいはいはい、いいですね。二層構成になってるんですね。あ、これはね、うん、そうなんです。あ、これがだからあのリコイルをこう、うん、レギュレーションするというところで、はいはいはい、うまく逃がしてるでしょう、ね、そうですね、うん、ね、出てた、はい、てな感じでございます。こうやってビタビタビタついてますね、はい、結構たくさん入れます。たくさん入れようと思ってます、うん、はい、あの金子社長とも話したんですけど、うん、あの犯行声明しておきました。たくさん入れたいですちなみにネジは、はい、間に合うんですか。ネジ間に合ってます。もうあの実はあのフレンジとかつけるこっちのネジ、はいはい、あのはに関しては、もう実は調達済み、うん、あ、うん、こっちですね、フレンジ S をつけるネジについてはこれ実はベクターのフレンジシリーズについてるあのネジと一緒なんですけど、はい、これはあの別にちょっとまた手に入れる予定です。はい、まあ、これが41特典ですね。いいな。お値段の方ですね、はい、2万7800円でございます。まあでもそんな高くないですよね。そうだね、うん、これだけの出来だったらいいと思いますね、うん、でマガジンもやっぱりちょっと CO2 マガジンなんでかなり頑丈なんでちょっとお高いんですけれども、やっぱりこれは 2,3 本揃えたいなって感じはあります、まあ、でも今この時期に頑張ったお値段だと思います、はい、頑張ってます。この時期にね。そうですね、しかももう、今日で終わっちゃいますけどクーポンつきますからね。あら、今日だ、あれ今日終わっちゃう。今日まで予約すると、クーポンがマガジンを1本つけた日にはもう3,000円もつきますからね。で多分私の動画が、公開されると、市場からっていうか予約枠はなくなってしまうと思うので、これはお早めって感じかな。なので、あれ私年始明けてさすがに今日はちょっと動画出せないんで、うん、そうだね、あのこの、はい、これ前に間に合わせるように、はい、はい、まあもう多分新年度迎えてるんでしょう。そうですね、なのでクーポンはなしです。はい、見た一戦負けませんそうです、それは負けないけどあのね、はい、あのサービスで提供させてあります。わかりました、はい、ちなみにあのパーフィットのあれもついてるからね、あのほらで、しかもあのベルトのところにパッとさせられるねパーツがあるの。あ、そう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 、これはちょっと見せないといけないですね。せーのポン、うん、スッ抜いた。ほらほら、こういう感じで今までのモールアダプターっていうと、うん、スロット4つ入れてしまったんですよね、うん、ただ4つつけちゃうとベルトが曲がんなくなっちゃうでしょ、うん、それとあと結構プレキャリなんかでも4つ占領しちゃうとあとね、うん、もう半分ぐらいしかないですよね。これなんと1スロットで、はい、しかもですねちょっと今ここにないんですけど、ここにこうつけることによってあのアタッチメントがありまして、はい、1インチの要するにモールテープですよね、はい、あれでもぴったりついちゃう。あ、いい、うん、すごい便利。でだから例えば、まあ、モノリスにつけたフォルフターつけてほしくないけど、モノリスみたいなものにもパチッとついちゃう。だからそこであの例えばこれはあのアモマックスのラジオポーチとか、それからあとはマガジンポーチなんかにももちろん準拠しますので、ついてますので、あ、つきますので、もうすごい便利これ。そうそうそう、うん、ごめんなさい、これ買った方がいい。もうすごいですね、もうすぐ発売。なんでこれなかったんだろう。まだ出てないんですか。もうね、入荷はしてるんだけど、これから並ぶ感じですね、はい、この動画が流れる頃には並んでます、はい、買った方がいいです、うん、あとあのパーフィットの、ね、1本ついてるネジはこうやって使ってね、はい、どうしてかっていうと、あ、ごめんなさいね、あ、はい、ですね、ここにこうちょっとバネ的な部分があって、これ結構知らない人多いんですけど、うん、あのここってほら幅って結構違う、はいはい、あるじゃないですか。例えばあのガバ系なんかすごい狭いでしょ、はい、なんだけどこれこうやってやることによってガタつきがなくなるんですよ、うん、あ、そうなんですね。ほら全然ガタつかない。知らなかったね、多分、うん、これ誰にも教えてないからあ、ぴったり合わすってことだ。そうなんです、このネジ1本入ってるんですよ実は。何かなと思ったら予備かと思ってる予備かと思ったんですけど、予備にしちゃない。予備かと思って予備っておかしいよね、うん、はい、無駄なもの話とつながるわけですねこんな感じでつけていただければ、うん、はい、うん、あなたのパーフィットがよりパーフィットになります、うん、よりパーフィット、はい、しっかりなんだっけ、パーフィット、ぴったりパーフィット、ぴったりパーフィット、ぴったりパーフィット、はい、じゃあこんな感じです。そうっすね、はい、グダグダで終わる感じ。いやいや、でも多分これ新年一発目の、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます、はいはい、今年もよろしくお願いします。今年もあのね、あのこの動画があの楽しかったら、高評価、そのチャンネル登録お願いします。I'll be back。終わっちゃった、終わっちゃった、終わっちゃった。終わりました、終わりました。よろしいですか。これ大丈夫です。Cause all we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, gonna hold you tonight, oh yeah.